ルソン略史。1。西暦1666年、すなわち漢文6年2月21日、南シナ海からルソン島北部へかけて、未曽有の台風が襲来した。ルソン島付近、ことにその西北部は台風の猛威をもって世界的に有名である。スペイン人はこれをバギオと呼び、 現在、カヤン川流域に同盟の小都市があるのは、台風昇復の祈祷を行った土地で、いかに彼らがその3階に苦しんだかをよく物語っている。また当時、欧州から来た多くの航海者たちが、その積載してくる財物と人命の過半数を、ほとんど毎回その近海で失っていたことは、しばしば記した通りである。 2月21日の台風は歴史的なものであった。マカオを出版した3日目の朝、海洋丸の仙道ヤゴベイは、風雲の気配を見て、早くもこれを察し、予定を変更した海洋、天雲、大国の三層は、マニラの西北50里にあるスビク湾に入港した。目的のアレサンドロ、現在のバラヤン湾まで、 百五十里足らずだったから、人々の間には直行すべしという議論も出たが、ヤゴベーの観測に絶対の信頼をかけていたカモは、断固としてすびく入港を命じたのである。三層が湾内へ入ろうとする自分から、白雨を伴う前触れの一吹きがやってきた。問題の台風は、その日の午前、辰の一点を期して襲来した。それは、 無返済の広がる壁のように押し寄せてきて、丸一昼夜というものを、あらゆる想像を超越して、防衛を振るった。海岸線から陸地の奥まで、見る限り、木々は吹き倒され、根こそぎにされ、倒壊された家々は、続いて襲った津波のために、海へさらわれた。海洋丸はじめ三層は、はじめ、オロンガボに闘病するはずであったが、 そこでもヤゴベエの意見に従い、湾の採用にあるスビクまで入っていた。そこは二つの岬によって深く包容された極めて安全な港であったが、その台風の猛威はえしゃくのない打撃を加え、万全の手配にもかかわらず、大黒丸と天雲丸は激しい接触を繰り返した結果、ついに大黒丸を破壊沈没せしめてしまった。 一八大前以下、六十七名の大使は、積み込んでいた武器を助けようとしたが力を及ばず、ついに船と運命を共にした。海へ身を投じて、辛くも天運、海王に救い上げられた者十八名。四十九名は、スビクワンのグズとなり終わったのである。天運丸は、打機を奪われ、千手郎を反壊、海王丸は、 左舷側を傷つけられたが、これはごくわずかな損害で済んだ。もしこれが、オロンガボに闘病したのであったら、おそらく三艘は、その乗組員とともに全滅していたであろう。それは台風の過ぎた後で分かったことであるが、オロン港に入港していた船は、一層も余さず、粉砕され、講師もまた、全滅同様の惨状であったという。 大黒丸を失ったことは、大使たちに大いがたき失望を与えた。勢力の三分の一を奪われたのである。しかも、市橋大前は戦士隊長で、いざ陸戦という場合には、最も力強き先方隊であったから無理もない。しかし、一方において、この台風は、思いがけぬ幸運も恵んでいたのである。夜明けとともに、 バギオが過ぎて、天地が輝かしい太陽に照らし出された頃、ちょうど二月二十三日の早朝、天雲丸から畑中鉄三郎がやってきて、ちょっと船へ来ていただきたい、と、カモに囁いた。昨夜、大黒丸の遭難者が救助されましたが、その中に同志のものでない、見知らぬ日本人が一人混じっていたのです。それで、 今朝になって、そのことを聞いたので行ってみましたが、話の様子では例の、大ジャバにいた、日本人戦士隊の者のらしいのです。カモは、突然と立った。二。日本人戦士隊は、アレサンドロに上陸していると、ドンバルコーは言ったはずだ。右京はそれと、公衆名約を結ぶために、 出発したのである。だからカモたちはアレサンドロに向かってマカオを出てきたのだ。ところが今、このスビク港内でその大使を救ったとすると、彼らの所在はアレサンドロではないかもしれない。それで何か尋ねてみたか相当怪我をしているし、少しは心得のあるやつと見えて、思うようにこっちの問いに乗って来ないのですが、何か、 服造するところがある様子なのです。よし、行こう。鴨は剣を釣りながら、鉄三郎を促して船室を出た。まだ台風の余勢で、相当にうねりが大きい。しかも波の間には、破船の木片や巨木が散乱しているので、小舟を操つる危険は、いささかの油断も許されなかった。天雲丸では、 すでに破壊されたところの修理を急いでいた。打機から船尾の喫水線へかけて、ぽっかりと口を開けている大穴があり、大きなうねりの来るたびに、広く浸水している模様であった。広くやられたな大黒丸のへさきで突っかけられたのです。正面から食らったらいけなかったでしょう。毒へ入れなくてできるか。見えているところだけですから。 しかし、跡があるからな。マニラには、完備したドックがあるはずだから、どうしても、十分の修理をしなくてはなるまい。その糸間があれば結構です。二人は船室へ降りて行った。暗い船室の中に、十七八人の者が横たわっていた。半数は大黒丸の遭難者で、あとはこの船の負傷者たちだ。畑中鉄三郎は、 その選出にとなったしら用の小部屋へ導いた。棚のように作り付けになっている寝台の上に、44歳と見える男が横たわっていた。頭に巻いた木綿にじっとりと血が滲み出ている。かなりひどい傷らしい。顔色も青いし、唇の色にも正規がない。しかし、入ってきた二人の方へ振り返ったとき、 太い眉の下の大きな目には圧力のある不屈な光がひらめいていた。これはただ者でないぞ。カモはその眼光を見るなりそう思った。彼は付き添っていた若い大使をさらせ、枕元の箱椅子を寝台の方へぐっと近寄せてかけながら。ひどいバギオでしたな。まず打ち解けた調子で声をかけた。 傷は痛みますかよ。鉄のような口だ。カモは振り返って、畑中にされと目くばせをした。そして、二人きりになっても、しばらくは黙って空を見合っていたが、やがて、くっと相手の方へ向き直り。キカは、日本人戦士隊と呼ばれている一団に、属する人だということだが、殺生はむしろ、 キカがヨイモンという名で知られている隊長だと思う。しかし、それはどっちでもいい。キカがもし、拙者の想像する人であったなら、拙者の名も知っているはずだ。長谷川、カモ殿。相手は、つぶやくように言った。イオの将軍と呼ばれている人であろう。ありがとう。カモは一応して、これで膝を割って話ができる。 こちらはそうは思わない。相手は冷ややかに言った。三、飢餓は悪意を持っている。何者か飢餓に残部したと見える。しかしよろしい。あえてその弁明はすまい。ただ、拙者は飢餓が日本人であることを頼みに、一に説明をしよう。相手の身辺に、 呂章が浮かぶのを見ながら、カモは落ち着いた口調で言った。飢餓が戦士隊を引き下げて、ルソン島へ来たのは、イギリスとの間に、ある種の名約が成立したからだ。その名約で、飢餓の受けるものは知らぬ。しかし、義務としては、英、法、二国と共同で、ルソン島の攻略に参加するはずだ。ところが、 ルソン島攻略の背後に動いているもの、その次に来るものについて、あなたは知っていない。知る必要を認めない。いな、そうではない。必要を認めないのは知らぬからだ。騎下はこの件で、藤巻右京という人物と交渉があった。右京は感覚な男だ。それも騎下は知らぬ。彼はマカオに来て、一年足らずのうちに、 キカが二十年かかって築き上げた地盤に一滴するだけの勢力を持った。今度のことにあたっても、イギリスを巻き込み、キカまでも引き出したのは彼の策動だ。ところで、彼は何を持っているか、何を成したか。何も持ちはしない。何事もしてはいない。では、これだけの大仕事にあたって、どんな理由で彼が、 あのような重要な位置に立つことができたのか。カモは右の手のひらを相手の面前へ差し付け、ぐっとそれを握りながら言った。彼は日本を売ったのだ。相手の目が動かなくなった。日本では今、堺歌の神忠清が江戸幕府の大老職にある。幸福活達な人物だが、満々たる野心家で、 下馬将軍というあだ名を得意としているほどの人柄だ。右京はある、忌まわしい手段を持って、境大老の弱点をつかみ、体内へ、吸血中のごとく食い入って、思うがままに彼を操っている。面白い男だ。それで済めば、現在右京の妄想は、それを土台にもっと発展しているのだ。 彼はルソン島攻略にあたって大路を動かし、幕府の助成を約束した。その代償として、日本攻略の密約ができたからだ。それは面白い。我々亡命者の群れも、長年の間、無双していたことだ。そして、外国属領にしたいのかイギリスの国旗を、富岳の頂上に立てるためにか キカはマカオの町を歩いたことがあろう。復讐、戦闘、おそらくインドのゴアも知っているだろう。その死、その街で見た事物も忘れはすまい。教場に鞭を振るう異国人と、鞭に打たれて、血みど泥になって帰いていくドミントを見たはずだ。我々の同胞を、刃のような運命に追い込みたいというのか。日本は、深刻ではない。相手は、 低い声で答えた。ヌソンでもなし、インドでもない、どんな遺族にも侵されぬ神聖の国土だ。我々は、富学を守るためには、命を拷問よりも軽んずる民族だ。我々が、日本へ逆予性を企むという意味は、まれる武家政治を打倒し、王政の制度に復古せしめるのが目的だ。鎖国の殻を粉砕して、新しい世界への進歩の道を、 開拓せしめるために他ならぬ。拙者はそう信じていた。帰化が日本人であることだけで、それ以外の野心があろうとは信じなかった。しかし、それなら改めて、右京の機を検討してもらいたいと思う。カモは膝を進めた。四 カモは相手の心が動くのを察した。キカはウキョウに会いましたかまだ会いません。会うために出かけてきたのです。どこでお会いになる会わずともいいことになった。イギリスとの間に迷約ができたのです。ウキョウは日本へ帰りました。カモは愕然と目を見張った。それはいつのことですバギオの来る前日です。 右京が帰った。右京が日本へ帰った。ここまで追い詰めながら、一歩の違いで、獲物は遠く一死去ったのだ。カモは箱椅子から立ち、船はどこのものです。アレサンドロから長崎へ直行するオランダ船でした。拙者は、と、カモは激しく向き直って、機下が昇復なさるとなさるのとにかかわらず、戦士隊と、 イギリスとの迷惑を断ってもらわなければならない。理由は一つ。イギリスが全東洋を植民地化しようとしている事実。飢餓はそれを見ているはずだ。東洋を白人種の無知の下から救うために、イギリスの倉庫たることを拒絶すべきだと思う。相手は、ずっと右手を伸ばして。わしは、蘇我与右衛門と言います。そう言いながら、しっかりと、 カモの手を握った。思ったよりも、容易に解決ができたので、カモは心から感動した。ありがとう。お分かり下すって、この上の喜びはありません。これで、我々のカンボジア入りも、百万の味方を得ました。カンボジアへ。クメル王家の独立が脅かされている。カルサブ王が、服役を宣告し、ポルトガルとイギリスとの援助のもとに、 カンボジアを乗っ取ろうとしているのです。王家は、ルソン総督を得て、救援を求めて参りました。内乱が無事に平定したら、日本人のために、トンレサップ湖畔の一地方を提供し、東洋人のための東洋を確立しようと申し出ているのです。拙者は、貴餓が、戦士隊の人々と共に参加してくださるものと思いますが。相談してみましょう。与エモ門は、 富を凝らしながら、我々は原則として約束を守ります。イギリスとの迷惑を破棄するにも、同志の間から多くの反対が出ることでしょう。しかし、利比のあるところを説得します。おそらく、カンボジアへの参戦もうまく運ぶでしょう。では、突っ込んで伺いますが、カモは身をかがめながら、スペイン軍が出兵した後、 ルソン攻略のために、英法両国の軍勢が上陸しているはずです。どこですかアレソンドロ。やはりそうですか。イギリスはアレソンドロ。ポルトガルはリボン湾から上陸して、多分もう米港あたりまで進出しているでしょう。両者はカルムワで合体した上、マニラを背後から襲う手はずです。その一人は、 3月18日と聞いている。カモは拳で空を撃った。そして大股に板壁の方へ行ったが、きっと振り向いて。地下はスコットランド号を見ましたかまだアレサンドロにいるでしょう。ヨーロッパから通信が来て、英仏間に参戦が布告されたそうで、あるいは本国へ開港するかもしれないということでしたから。 これで知りたいことは知った。カかは十分に養生をするよう言い残して、選出を出た。無名の道。一。川波は、鈍色に暮れていく。右京は、ひどく落ち着かぬ気持ちと、妙に力のない献体との入り混じった。 ばくたる感じで、その、川みを見守っていた。日本へ帰ってはつ日。江戸へ来てつ日になる。だがまだ、彼の考えてきたことは、何一つ、手順がついていないのだ。堺で連絡を取っていた、元の副くし目ぬ蔵と、橋本ぞう郎にはすぐ会えた。それから三人で、会場を江戸へ入り、 金杉菓子にあるこの船宿へ旅装を解いたのだが、布目大蔵はかつて右京の危険を救うために祖父江金次郎に切られたヒバラの傷が回遊せず、結球な活動には全く用に立たない体になっていた。したがって手順のつくまでは陰にいて災配を振るはずだった右京は、おのずから 十三郎と共に奔走して回らなければならなかったのである。情勢は広く違っていた。彼はまず父に会う必要があった。ところが杉原六左衛門は必足の身の上だった。新太郎直都氏を直継の後目に直したのは右京の前立で,である。それは十分六左衛門に反省を掌握するだけの 権力を与えたはずだ。右京が今後の活躍の足だまりとして川上藩を利用する上に、それだけは各べからざる第一の条件であった。しかし、まず、その点が破れた。父にも似合わぬ。どんな障害があったのか。三十年内の失勢として、国元、江戸共に、六左衛門の勢力は、 不動のものがあったはずだ。老毛に違いない。そう思うより他になかった。もう古希である。その勢力の九袋までを私欲と極性に使い尽くした人間が死期を前にしてがくりと腰の砕ける様。それは今の右京にとって目に見るごとくだった。筆足を命ぜられている父に押して会うことは危険に過ぎる。 右京は思い切って、歌の神にミッションを送った。一度、二度、しかし、返事はなかった。その時、幕府では、兵法学者、山賀祖皇の問題で、二派に分かれて争っていた。風評によると、歌の神は、祖皇の講演者たる立場であったため、この問題の遺憾によっては、相当不利な結果を招くであろう。 ということだった。右京の密書が歌の神の手に入っておればよし、万一それが途中で紛れるようなことでもあると、時が時ゆえ事情は一層悪くなるばかりだ。一日も早く会う必要がある。追い立てられるような気持ちで、右京は昨日から築地の下屋敷にいるというたらきよのもとへ、 十三郎を使者に立てた。それが朝のことで、もう遅れかかるというのに、まだ帰る様子がない。帰れなかったのか。いや、そんなはずはない。何を置いても、俺の使者には会うはずだ。それなら、返書の来なかったのは山が事件で、糸まがなかったのと、人目につくのをはばかったのであろう。下屋敷なら、 どうにでもなるはずだ。そんなことを自問自答しながら、うっとりと見合っている川の水もえ、その時、さっと激しい翼の音がして、一羽の飛びが舞い降り様、銀色の魚を加えて飛び去った。右京は、あっと無言の叫びをあげた。理由もなく背筋へ、冷たいもの、を感じたのである。 二、不吉な、そんな感じがひらめいた。飛びに加えられて水を離れる刹那の絶望的な銀輪のもがき。命の悲鳴がはっきり聞こえるように思えた。気の弱りだ。疲れというものをかつて知らなかったが、やはり体が衰えているのだろうか。おえは俺も42歳になった。 右京は身震いをした。馬鹿な、何を考えている去年の早春、日本橋共犯で、ほとんど絶対絶命の土壇場まで追い詰められながら、見事に窮地を脱した上、帰って待望への道を、直祭に開くことができた。俺の運命は、潮に乗っているのだ。ここで歌の神に愛さえしたら、俺は教師して、東洋の覇者になれるのだ。 強いて不吉な考えをそらそうとしたが、果ては自分の体が飛びに加えられる魚であるような妄想さえ起こってきて、右京は脇下に汗をかいていることに気づいた。妙だ。風でも引き込んだのか。額へ手を当てたとき、滑るように布目大蔵が入ってきた。ただごとでない面色である。なんだ。どうも。 変な様子です。大蔵はそばへ寄り、片膝つきながら声を潜めて、半時ばかり前からこの家の表をうろうろ行ったり来たりしているやつがあるのです。腕は、職人風のもあり、イカンのようなのもあり、どうも街方の手先ではないかと思えるのですが、右京は顎をしゃくって立った。大蔵のいる部屋は表二階である。 一枚焼けた障子のところに、夏の名残のミスがかかっている。外は残照で、一時の夕梅に明るく、家の中はもはや黄昏の色が濃い。右京は飲み上がるようにして、下の街並みを見合った。降ります。大蔵が身を寄せて、向こう側に筆屋がございましょう。あの家の路地口に立っているのが、し。右京は、 すっと状態を引いた。大きな筆の看板が立ててある。その横手に一人の男が立っていて、じっとこの二階を見上げていた。獲物を狙う、ひょうのような視線であった。違いましょうか。まあ、待て。右京はその男の目を見つめながら、頭ではさんの家庭を置いてみた。十三郎は、 半日になるのに帰ってこない。もし歌の神が会わぬなら、もううに帰ってくるはずだ。もし、会ったとしたら。会ったとしても、やはり帰ってこなければならぬ。十三郎が歌の神と会ったとする。歌の神が、もう自分を必要としなくなったとする。その時、あの酒井忠清が、 ただ、突っ放すだけで済ませるだろうか。歌の神と右京とは、長い間、恩密の交渉がある。忠清にとって、世間へ知られてはならぬ多くのことを右京は知っている。やるかもしれない。右京は、目の覚めたように呟いた。彼にとって、もし必要がなくなったのなら、彼は自分を生かしてはおくまい。現在、 不利な政治的立場にいる彼には、それが必要かもしれぬ。大蔵、右京は窓を離れながら、川の方を見てこい。と言った。三、川の方は別条なし。と、大蔵が戻ってきたとき、右京は戸棚の手荷物の中から、一貫の巻物を取り出して、くるくると草に包み、 呂はあるな。と、大剣を持って立った。一層だけでございます。よし、大蔵。右京は低い声で。お前、ここに残ってくれ。どういたします拙者はここを、どうしても切り抜けなければならぬ。そして、歌の神を捕らえるのだ。右京の築き上げた塔の最後の宝珠として、たとえ、どんなことをしても、叩きを、この手につかんでやる。 それまで、その方は、身代わりになってくれ。大蔵は、きっと唇を噛んだ。もう、いけない。そんな気がしたのだ。二十年近くも、そばを離れず使えていたが、こんなにしどろもどろの右京を見たことがなかった。これが、別れかもしれぬ。暗い者が胸を締めつけた。承知いたしました。 ここは私が食い止めます。どうぞ、お立ちのきください。頼む。裏橋を降りて、宿の裏へ出た。すると、今しも一うだけ残っている小舟を、一人の若いどうがこぎだそうとしているところであった。そのね借りるぞ。右京がたびのまま降りると。ああ、そいつは約束済みです。 宿の亭主が出てきて前へ立ちふさがった。そうでもあろうが、接所も給養だ。賃金はいくらでも出すゆえ。いえ、銭金で約束は変えられません。船宿というものは普段のお得意で持っているもので、そう脇から横車を押されても。右京は面倒と亭主を押しのけて行こうとした。と、亭主はその手をぐっと掴んで、 何をなさる急ぐのだ、話せ。馬鹿野郎、見覚なうな。ああ。天はつかんだ手を合力にねじ上げて。三吉、船を出しちまえ。と、叫ぶ。途端に、走り降りてきた大蔵が、抜き打ちに天使の背を一刀。えいと、切り離した。あん。天使の体が、ガクンと傾く隙に。 宇宙は身を翻して、まさに岸を離れようとする小舟の中へ飛び込んだ。はぶねえ転覆しそうに傾く船の中で、まだ、二十歳前と見える若い先導が怒鳴りつける。その鼻先へ、宇宙は脇差しを抜いて突きつけながら、船を出せ。早くせぬと、彼のように切り捨てるぞ。若者は、蒼白になったまま、 大きく見開いた目でじっと右京の顔を見つめていたが、やがて牢うとってこぎ始めた。二人乗りの小さい釣り船である。身を隠す場所もない。右京は抜き身を構えたまま若者の動作を監視していた。カの杉橋を抜けるまでだ。幸い、日暮れのことで狭い川の中は夕闇が濃く。 岸には家が立ち並んでいるので、陸からは見通しがきかない。丸木屋へ。と、右京は考えていた。四。船は無事に海へ出た。どっちにあります登るんだ。月に船番所ができてますぜ。それがどうした右京は鋭いまなじりで睨んだ。 いえ、別に、どうって。先度、役人は何と言ったわっちは知りません。言わぬか本当に、何にも知らねえんです。ただ、船を払っとけど、言われただけなんで。その言葉に、嘘はないらしい。右京はどれだけの手配がなされているのかを知りたかった。丸友の家へ行ってしまえば、どうにかなる。そこまでの途中が危険だ。 船宿の亭主を切ったことはすぐに知れるだろう。そして町のキドキドに手配が回されるとすれば、道を行くのは自ら完成へ飛び込むようなものだ。船で逃げたこともわかるに違いないが、こっちはうまく板書を避けさえすれば、日本橋近くまでは楽に入って行ける。次寺の板書というのはどこだ九州様の向こうです。それでは沖へ回れ。 石川島の外を回って、シンボリへ入るんだ。すみませんが、その方のを引っ込めてくださいな。こうなったら、おっしゃる通りにしますから。刀が怖いかどうも気になって、思うように炉が使えませんから。右京は脇差しを鞘へ収めた。まだ二十歳前らしいが、度京の座ったところの見える若者だった。 右京が居合腰になっているのを目にもかけず、それからは車輪に力走を始めた。十三郎はどうしたろうおそらく、歌の神の下屋敷で切られたに違いない。布目大蔵も取り方を引き受けて切り死にをするであろう。身代わりに捕らえられてくれ。そういった時の気持ちでは、歌の神の急所を抑さえれば。 助け出すことができると思ったのである。しかし、大蔵の目は、そこで死ぬ覚悟を見せていた。これで身近な者は、一人もいなくなった。いよいよ俺一人だ。右京は、体を取り巻く空気が、戦艦の重さでのしかかるのを感じた。お武家さん、御用船ですね。石川島を大きく回った時、船頭がそう言った。 振り返ってみると、隅田川の川口は、御用上鎮を掲げた船で塞がっていた。どうしましょう右へやれ、右へ、深川の突き出しへつけるんだ。右京の声は、しどろだった。深川お役園の近くに、父、六左門が金を出して女にやらせている清浪があった。まだあるかどうかわからないが、丸木屋へ行けるとすれば、 一時、そこへでも身を隠すより他に仕方がない。そして、船が、大島町の突き出しへ着いた時だった。右京が腰を上げるより早く、若者は、座分と水中へ身を投じていた。しまった。船を上がる時切って乗こうと思っていた右京は、先手を打たれて、はっとしながら水面を見た。若者は、五六軒先へ、 ひょいと頭を浮かして怒鳴った。やい、藤巻右京。近いうちに、また会うぜ。ご、お、右京は、ぶるっと身を震わした。暗い水の表を張ってきた仙道の声は、それだけでも人間離れのした、物のけの叫ぶがような韻を持っていた。その上、藤巻右京、と、はっきり言った。 いきなり首へ縄をかけて締め上げられたような恐怖感だった。堺へ着いて以来。いな、一年以前日本を去る時から彼は藤井京所という名乗りに変えていた。大蔵も十三郎も本名は決して呼ばなかった。歌の神が役人を発したとしても指名するはずのない名である。どうしてあの若者が知っていたのか 宇宙は岸へ飛び上がった。晩春のように生ぬくい夜だった。濃い藻屋が立ち込めて、軒を漏れる家々の火はおぼろに霞み、時たま行き交う人の姿もおぼろからおぼろへと去る。浜栗町の橋を渡って、永大寺門前の方へ曲がろうとして何気なく振り返った時、藻屋の彼方でひょいと物陰へ隠れる、 人の影が目についた。誰かつけてくる。右京は左手に抱えた複鎖包みを懐へねじ込みながら、肩脇にある抱え屋敷の兵際へビタッと身を寄せた。もやの中から二人連れの人影が怖高に話しながら近づいてきた。そうかそれじゃあ、松港のところで待っていよう。それとも迎えをやろうか 何どうせ帽子も一緒だろうから、おいらばかり詐欺には行かれねそんなことは言って逃げるなよ。おめえに見込まれたら逃げたって及ばねえ。首を洗って出直す気だ。ぼてふりらしい男たちだった。右京はその二人をやり過ごしてもなお、しばらくの間待っていた。もやは濃くなるばかりで、しかしもう人の来る様子もない。目の誤りかもしれない。 そう思って、足早に歩き出した。しかし、一丁と行かぬうちに、やはり後からつけてくる気配が、はっきりと感じられた。右京はこれを図って、突然キビスを返しざま、駆け戻った。すると、ヤロミの軒先を、いたちのように逃げ去る影が見えた。とても追いつける速さではない。すぐに崩壊して、懸命に、深川八番の方へ走った。 そのあたりには、おるすい役などが女を連れて隠れ遊びに来る茶屋がある。六いも門が自分の女にやらせていたのもその一件で、確か門前町のはずれにあったはずだ。さん度、路地を抜けて、かしっぷちへ出たょうは、うろうぼえの片側町を、もやに紛れて、ひたひたと走り続けた。しかし、やはり追ってくる。 足音もしないし、姿も見えないが、依然としてつけてくる気配がはっきりと感じられる。目に見えぬ縄で、がっちりと、つながれているような、身動きのならぬ気持ちだ。右京の脇は、油汗で濡れた。ああ、これ。向こうから来る人影を見て、もう何の分別もなく呼びかけた。この辺に、よも花と申す茶屋があるのを知っておらぬか。 へえ、よもはなんなら、そこを左へ曲がった角にあります。かたちげない。右京は道を曲がっていった。六。少々もしやと、一種の歌いを見て、小号のましましける、つぼねのミスの中へぞ投げ入れける。思いかね、心は空に道のくの、 知恵の塩がちかき買いなし。古豪の殿、やがて返事せま補修は思われけれども、君のおため、おなぐさめた人や思われけん。手にだにとりても見たまわず、上わ,わらべにとらせて、壺の内へぞ投げ出さる。少々、情のうらめしけれど、さすが人もこそ見れと、空恐ろしくて、急ぎとりて、 ふところに引き入れて、いでられけるがなお立ち帰り、たまずさを、今は手にだにとらじとや、さこそ心に思いつつとも。今はこの世にて、あいみんことも難しければ、生きいて、とにかくに、人に恋しと思われんより、ただ死なんとのみぞ願われける。へえ、そうですかね。おちよはため息をついて、 美しく生まれついて、殿方に思いつかれても、やはり女は苦労なものなんですね。私のように、思う人に嫌われながら死ねもせず、未練に生きている女もあるのに、本当に、古豪という人が羨ましいわ。お通は、そっと本を伏せながら、安闘の光から背いた。またそれをおっしゃる。お千代は、 げっそりやつれたお通の横顔を痛ましそうに見守りながら言った。もうそのことは決して決して言うまいとお約束申したではございませんか。それは無理よ。もったいないけれど、仏前でお経をあげている時でも、胸の中は英様のことでいっぱいなのだもの。あの方が五万石のお大名のお若様と聞いた時から、とても及ばぬ恋と、 諦めたはずなのに、いっそ自分で自分が憎らしくばかりだわ。そんなに気を重みなすってはまた体を壊してしまいますよ。あなたはそうおっしゃるけれど、若さまは決してあなたをお嫌いなすったのではありません。それは鳥越えの家で、あなたが現に若さまのお口からお聞きなすったでございましょう。つまりするならお通んだと。 そんならなぜまた同じ話になりますけれど、若様は何番国とやら言う遠いところへ。い,いえ、たとえ何番でも天竺でも、A 様となら、果たし糸い,いはしないわ。A 様だって、もし本当にお通をすいてくださるなら、どんなことをしても連れて行ってくださるはずだわ。もうその話はやめましょう。お千代は、 わざと笑いながら。殿方は情の怖いもの。思っていてもそうできないことが多いのですよ。女は情けだけで生きていますが、殿方には世間というものがありますからね。でも、今本にある少々などはあんなに身を捨てて。本に書いてあることなんてみんな作り話ですわ。小説の通りのことが人間にできたら。 七。この本は小説じゃないわ。平家のことを書いた本当の話なのよ。では、その続きを読んでくださいましな。少々と小坊さんは、それからどうなりますのいやね、小坊さんだなんて。お通はようやく微笑した。髪を切って包囲を着て、こんな罪な本を読んで、兵様のことを思い続けているなんて。果たし、 本当に悪い娘だと思うわ。おめつけ役がおめつけ役ですからね。襟丈に切った黒髪、黒ずみの衣、手首の年中。お通は姿こそ変わっているが、相性の心は一年以前と少しも変わってはいない。ここは橋場の寮のうちへ建てた草案。お通は半年前に元宝院に帰還して仏堂へ入っていた。 お通が平家物語を読み続けようとしたとき、誰か裏のしおり道を叩くものがあった。誰か裏を叩いているわ。今自分。お千代は耳を傾けながら、鉄弾様じゃございませんかしら。もう岡川か,からお帰りの頃ですわね。そうね。こんな時刻に来る人って月神寺様の他にはないかもしれないわ。お千代は立って庭へ降りた。 どなたおいらだよ。なんだいお千代は、しおりどへ近寄りながら、その声は三吉じゃないか図星でさ、気を合ってきたんで、開けておくんなさいな。なんだい、今自分。開けたしおりどから、入ってきたのはましらの三吉である。育ち盛りで、今年はもう十六。背丈もぐんと伸びて、立派な若者になった。まあ、どうしたの、その格好は。 濡れネズミじゃないか。大変なんだ。まあ、お入りよ。お嬢様、三吉でございますわ。珍しいこと。お通も本を置いて。遠慮なくお入りな。時ずれにお邪魔してすみません。濡れてますから、ここでお話だけ申し上げます。まあ、どうおしなの。縁先へ近寄った三吉の姿。向こう鉢巻きから反転、反もも引きまで、ぐっしょり濡れている。 いくら若いと言っても、秋口で夜風は冷えるわ。とにかく上がって着替えたらどうせっかくお嬢様がおっしゃるんだ。上がって乾いたものとおかえな。もっとも、そんなことをして、親方に叱られるといけないけれど。その方は大丈夫でさ、親方切られちまったから。なんだって右京が帰ってきたんです。二人はさっと色を変えた。 しかしすぐお千代は三吉をせきたてて、次の間から自分の一柄を取り出し、手を貸しながら濡れたものと着替えさせた。半年前にお通が仏堂へ入って、この暗室によすて人の暮らしを始めたとき、お千代も一生彼女と共にする覚悟で、子分たちには糸まをやり、鳥越の家を引き払ってしまった。そして三吉は金杉の船宿、 松葉屋玄介のもとへ身を寄せていたのである。さあ、話しておくれ。お千代は手早く茶を入れてやりながら三吉を促した。不況がどうしたって五日ばかり前のことですがね。三人の侍が船仕事で来たと言って宿へわらじを脱いだんで、わっちゃ今日まで愛もせず何にも知らずにいたんですが、今日の昼少し過ぎでしたっけ 町方のお役人が来て、親方に何か言ってました。それから家の周りは、二三人、手先の人が見張りに立つし、夕方になると、裏の船をみんな払っておけってことになったんで。それで、うきうは倒したのさ。本当に不況なのかいまあ、話を順に聞いて、おくんね。八。親方の言うには、何度も天下様へ。 無本を企む大罪人だとかって、生き死ににかかわらず、必ず仕留める手配だからというお達しだったそうです。それでどうしたのさ。肝心なことを早くお聞かせな。これ6つを撃ったから、わっちが一番しんがりで、一層残っていた船を撃つそうとしていると、例の武士の一人が陰出して来上がって、その船を借りるぞって言いやがった。わっちはその時初めて、そいつの面を見て仰天した。 藤巻右京なんで、まさしく一年目、何番へ辛かった右京なんだ。こいつは来て列だと思っていると、右京の出るのを止めようとしていた親方を、後ろからもう一人の野郎が出てきて、ばっさり切り上がったんだ。まあ、あっちもこいつはいけねえと思った。それまであんまり行転して、ぼんやり右京を見ていたんですね。親方の肩口からビューっと血の噴き出すのを見た途端に、はっと気がついて、 竿を入れようとすると、右京め、いきなり船へ飛び込んできて、脇差しを抜いて、あっちの花空へ。まあ危ない。まだ危なくはねえんだ。奴はわっちに声と言うんでさ。その時、わっちは考えたんだ。こりゃあ右京の行く先を突き止めなくちゃならねえ。バカだよ。お千代はもどかしそうに。あんな鬼のような奴の行き先を、なんで突き止めるようがあるもんかね。 冗談じゃねえ、姉子。褒めえさんにも似合わねえ。右京は、先生。じゃあねえ、若様が、仇と狙っている野郎ですぜ。それは知っているよ。さすれば、ど。三吉は、ぐいっと膝を固めて。野郎が帰ってきた以上、若様だって、帰っていらっしゃる通りだ。お通の胸が波を打った。若様のお家が潰れたのも、右京の野郎の仕業でしょう いつか鳥越の家に集まった、西条様のご家中の人々にだって、見逃しのできねえ仇ですぜ。だから三吉は、我が様が帰っていらっしゃると思うんだ。我が様、あいつを切るためには、どんなことでもすると言ってらしたはずじゃありませんか。三吉、お通が息を弾ませて。お前、本当にそう思いかわちゃ、はっき見じゃわねえが、こいつばかりは,は、外れっこはねえと思います。 だからおとなしくして、野郎の言う通り、こいで行きました。どこへ上がったのシンボリから日本橋へ入れと言いましたが、川に手が回っていたんで、深川の突き出しへつけました。その時野郎め、ワッチを切ろうとする様子を見せたんで、いきなり海へ飛び込んでやった。すると慌てやがって、急いで駆け出し上がるから、後をつけていくと、八万枚の、よもなって出会いじゃへ入ったのを、確かに見届けた上、 ここへ来たようなわけなんです。よくやっておくれだ。お千代も膝を乗り出して。そしてお前、これからどうしようと思う思いだえ親方、切られちまったし、お経の方が片付くまで、しばらく姉子のそばに置いていただきてえと思うんです。わっちはこれから鳥越へ張り込んで、先生、じゃあね、我が様の来るのを待つつもりです。それから、兄貴たちの誰かに来てもらって、よもなの見張りを頼みてえのです。 いいよ。鳥越の方は、あたしから使いを出そう。お前はすぐ、よも花とやらいう茶屋を見張りに行っておくれ。これからかい三吉は頭をかいた。9。あ、あなたは。入ってきた女は、右京の姿を見て、色を変えながら立ちすくんだ。入って、閉めてくれ。いや、その前に、 誰かつけてきていないか、表を見せにやってくれ。女は返事もせずに立っていた。女の名は、元という。杉原の家に、駒使いとして勤めるうち、六左衛門の手がついて、三四年の間、目かけ同様にしていたが、やがてここへ、下花という茶屋を出してもらったのである。それも女のためではなく、 六左衛門の食材欲が元であった。出て行ってください。女は静かに言った。何出て行けと私はとうに、ハザブのお前とは縁が切れているんです。もうあなたとも何の関わりもないんですから。ほもと、お前、そんなことが言えたぎりかいけませんかこの茶屋を出したのは誰だ誰の金でこうなったのだ 父上は今、ご不運な身の上だと聞く。もし、義理を知るなら、そんな口は、聞けぬはずだぞ。泥棒にも、三分乗りですか。女はせせら笑った。何もう一度言ってみろ。おや、抜きますか。右京が大剣を掴むのを、女はあざけるように見たまま言った。向こうの座敷へ、深川の目明かし衆が寄り合いをしていますから。 抜いたらさぞ、面白い見物ができるでしょうね。右京さん、お前今、ギリっておっしゃったようだけど、お前さんたちでも、ギリなんてことを知っているのかえ私は十六の年に、お前の親父さんに体をけがされ、ここへ店を出してからでも、白土い絞り方をされてきたんですよ。お前さんたち親子は、私なんか、人間とも思ってやしなかったんだ。まるで牛か馬のように。 父を売り、肉を食い、骨までしゃぶったんじゃないか。へん、ざぶのお前がちゃんちゃらおかしいや。長野平門になったと聞いたとき、私は嬉しな気に泣いたくらいだよ。右京は女の言葉を半分も聞いてはいなかった。しかし相手の態度から言いかける敵意は骨に徹するほど鋭く感じていた。ここにもおられぬ。それは考えるまでもない。 しかし、他に隠れ場所はない。なんとか並べて、ここにいるより仕方がない。だが、こいつは、向こうの座敷に来ているという、目明かしに密告するだろう。切ってのこうか。出て行ったらどうだい女は叩きつけるように言った。憎い仇でも、うちのひしへ舞い込んだ鳥だ。出て行くなら、黙っててあげるよ。本当を言えば、ここでお縄にしてやるのが惜しいのさ。 半時伸びれば半時だけ、お前の苦しさが続くんだ。追っかけられている気持ちは、首の座へ座るより辛いというからね。はははは。右京は包みを抱えて立った。十。変に生暖かいと思ったら、外はいつか雨になっていた。逃げるんだ。<laughs> 右京は裏口から下鼻を飛び出すと、そのまま暗い方へ、暗い方へと道を急いだ。何、こんなことで参るものか。いよいよ歌の神にも会いぬとなったら、マカオへ戻ればよいのではないか。髪の毛の地へ、雨が染み入ってきた。濡れた裾が足へ絡む。雨とともに空気が冷えて、襟足へ滲み込むのが身に染みて冷たかった。 にわかに空腹を感じ出した。そうだ、昼から何も口にしていない。どこかで支度をしよう。いつか屋波が切れて、田んぼや草原の中へ出ていた。右手に当たって、一塊、ぼーっと火が見える。おそらく、須崎弁天であろう。四年ほど前、広く流行り出した時、掛け茶屋がごたごたと立ったのが初めで。 いつかしら、十四五軒の賠償害ができてしまった。あそこへ行けば、食べ物店があるだろう。右京はその明かりの方へ歩みを進めた。そのあたりは、湿地や沼が多かった。道に沿って、育ち損ねて歪んだ小さな松が立っている。それが闇の中では、まるで人の佇んでいるように見え、右京は何度も肝を冷やした。 もう、歌の神に会うのは無駄かもしれない。こうじめから手順が狂うようでは、ここで悪あがきをする方が愚かだ。まかおへ帰ろう。思うことは、いつまでも同じところを堂々巡りしていた。だが、船をどうするのか。だが、船をどうするか。ぐっと胸へ痛いものが突き上げてきた。寒河井まで行けば、 便線はある。しかし、歌の神と手が切れたとすれば、いは危険だ。長崎へ出なければ安全とは言えないだろう。長崎へ、どう行こうおそらく街道口は全部塞がれているに違いない。船へ乗るのはもっと危険だ。随辻や船着き場に役人たちが厳しく捜索しているありさまを思って、 宇宙は息の詰まるような苦しさを覚えた。弁天屋城の近くへ来ると、酒魚と野木上鎮の出ている家へ、宇宙はためらいがちに入った。暗い土間に四五人、ヤクザらしいみなりの若い男たちが酒を飲んでいた。月あたりのどんぶり鉢の並んだ竹格子の中にいる亭主らしい男が、剣のある目で、 ちらりと見ながら、酒をあがりますかと、あい愛想な声で言った。その声で、飲んでいた男たちが一斉に振り返った。右京はその目を恐れるように、壁に貼り付けてある品書きを見上げながら、酒は飲むぬが、何か食い物をもらおう、と、つぶやくように言った。男たちは、相手が武士と見て、 すぐ向き直りはしたが、頭から濡れている姿といい、人目を避ける様子を見たので、互いにうなずき合いながら、何か囁いたり、わざとらしく笑い声を上げたりした。その囁きや高笑いが、一本一本の針のように、右京の神経を突き刺した。ってようか、こいつらに知られては足がつく。だが、今出ては、帰って怪しまれるだろう。 右京は振り返って。亭主と、小裸に言った。道に迷って、すっかり濡れてしまったのだが、乾かしてもらいまいかな。そう、この通り狭くって、休んでもらう場所もないし、手が足りねえのでね。亭主は、相手になる風もなかった。十一。 おい、富。若者の一人が、急に声を潜めていった。あの侍、見覚えはねえか知らねえが、どうかしたかあれはおめえ、藤巻右京だぜ。五人がピタッと息を潜めた。その時右京は、亭主の運んできた煮魚と飯のどんぶりを引き寄せていたが、急に五人が音を潜めたので、 ぎくりとしながら、目尻で見た。おめっちゃ知らねえ。だが俺は、あのつらは忘れねえぞ。いつか丸菊屋の店で、憎い野郎だと思って見たことがある。どうお猫の話じゃ、右京は何番とか、ルソンとかへ行っちまったってじゃねえか。帰って来やがったんだ。この五人もまた、夕顔のお千代の子分たちであった。どう見ても、右京に違えねえ。 本当に野郎なら、若様の浪人にとっちゃ仇のはずだ。捨てちゃうけねえぜ。星場へ知らせよう。それがいい。すぐ姉子に知らせなくちゃはいけねえ。おいらが一っぱしに飛ぼう。待て待て。富と呼ばれたのが、行ってくる間に野郎が逃げちまう。それよりこっちは五人だ。暗がりに、暗がりに待ち伏せをかけて叩き伏せ、身ぐるみ橋場へ届ける方が、早手回しだぜ。夜か、みんな。どうさあねえ。 久しぶり体は使わねえので、力溜まりがしてやりきれねえところだ。やっつけろよし。だが、気取られるな。相談がまとまって、五人は残りの酒を片付け始めた。彼らの話は、無論、右京には聞こえなかった。しかし、その様子で、さらに新しい危険が迫っていることは直感できる。右京は、橋を置いた。亭主、台はいくらだ 召し上がらねえんですかい店主は不愛想な顔で端をつけたばかりの丼と皿を見た。いや、急に用事を思い出した。取ってくれ。一両もいただきましょうか。安うござんすか店主は細身の鋭い包丁を持ってぬっと出てきた。へっ、へっへっへ。安い代わりには別に心付けのご心配はいりません。町回りなどが来ても。 決して星を刺すようなことはいたしませんから。なんだ、親方。どうしたんだ五人が一斉に立ってきた。いかん。と、思うと同時に、右京は、ブレイムロー絶叫しながら抜いた。お不<っ>意をくらって、ダッド左右へ開く隙。右京はダッドのようにがいへ。食い逃げだやろ野郎すな。切迫した歓声を後ろに、ひたふる雨の闇を、 宇宙は夢中で走った。しかし、そういう走り方には、最も悪い足場だった。二三十歩行ったと思うと、つるっと足を取られ、しまった立ち直ろうとしたが、だーっとつんのめるように転倒した。そこは、足の茂った深い沼地で、立ち上がろうとする足がそのまま、ずるずると、泥の中へめり込んでゆく。宇宙は死に物狂いで、 両手を足の根にかけながら、泥の中をもがき回った。